ごちゃごちゃうるせんだよボケ。この奥の手までは予測できなかったぞ。本当に骨の髄までムカつく女ですわね。このビルは執行部本体が封鎖しているわ。逃げ場なんてどこにもないわよ。そんなことは百も承知じゃ。お主らのやり口はわしが誰よりも知っておる。ならいいわ、さっさと行きなさいよ。目障りだわ。言われなくてもそのつもりじゃ。しかしその前にお前にはこの短くなった髪の借り返しておかねばならんの。そのダメージでは動けんだろう。助けを呼んでやる。おい、憧れの五十鈴先輩の誰も見たこともないヌードを拝めるとあっては皆きっと、待て、喜んできてくれるぞ。いや、ちょっ、わしって優しいな。ちょ、おい、シャレになりませんわよそれ。ならばわしの頼みも一つ聞け。フロア外では現在4階女子トイレで五十鈴副会長が夏目真也と、3階従業員用通路で相良が1年生コンビの一人と、9階浴場用階段前通路で3番隊隊長の田上が夏目妹とそれぞれ交戦中です。今回の件は五十鈴に一任してある。10分待つ。は、10分経っても五十鈴が降りてこなければその時は私が動く。で、以上報告終わりです。よし、ご苦労、下がってよし。いやー、でもすごいっすよ。あの夏目をやっちゃうなんてさすがっすね。いいから早く行かんか。そんなに服がボロボロになるまで戦うなんて、きっともうそれはくんぞほぐれつ、それはもう誰がくんぞほぐれつじゃ。見栄を張るのも楽ではないの。余計なお世話よ。で、これからどうするつもり？聞いたでしょ、あの方も到着したみたいだし、もう万に一つもあなたたちに勝ち目はないわよ。わしが知りたかったのは小僧の現在地だけじゃ。小僧？気で痛みを半減させているとはいえ、この怪我ではもうわしは満足に戦え。あやつはな、わしにとって最後の切り札じゃ。どんなに絶望的な状況であろうとも、わしは奴らの長、勝つために最善を尽くすのみ。立ちたまえ。このサーガマスクが全身全霊をもってお相手しているのだ。次は君が私に技をかける番である。しょうがねえから、この一発だけ付き合ってやんよ。な感じだな。これがそんなにすげえのか。流形気功単身功、いわゆる八景と呼ばれる技の一つじゃ。小僧、ここに何がある？何もねえよ。あるじゃろ、わしにとってもお主にとっても大切なものが。ん？大気じゃ。そう、世界は大気で満たされておる。縁とは動きではなく力。数多くの武術が縁を基礎とし奥義とするのにはそれだけの理由がある。裏当てとは要するに力点の移動技術、つまりそこに力を伝達させるものさえあれば何に対しても可能じゃ。やがて集約された回転力は気によって針のように鍛えられた円運動から
凄まじいエネルギーを内在した直線運動へと姿を変え、大気を全言撤回させてもらってもいいかな。却下。一気に駆け抜ける。なんという破壊力だ。これまで訳のわからん連中と幾度となく戦ってきたが、こんな技を見るのは初めてである。あれ、なんで届かねえんだ。不発だったのか。ということは奴はまだこの技を。バカ者、違う。小僧、昨日今日覚えたような技が即座にこやつらに通用するなどと断じて思うな。武術とは所詮人を倒すための技に過ぎぬ。技とは人が使いこなすもの。お主が技に使われて何とする。小僧、お主は何じゃ。お主にはお主の戦い方があろうが、武術家になりたくて我が門を叩いたわけではあるまい。強くなるための道は一つではないぞ。たく、どいつもこいつもんなことは分かってんだ。俺は武道家じゃねえ、ただのチンピラだ。俺はチンピラのままお前らの誰よりも強くなってみせるさ。夏目に感謝するがいい一年。お前が技に溺れいい気になってもう一度あの技を使おうとすれば、私は間違いなくその腕を粉砕していただろう。夏目の一言でとんだ強敵になってしまったものだ。次はあんたの番だぜ。かかってきなよ。これは。肩を折られ全身に重傷を負った夏目はトイレを出た後、こいつら全員を倒して。叶いませんわね、こりゃ。すまんな、小僧。わしにできるのはこれが限界じゃ。道を切り開け、小僧。やめたまえ。本気になった私が相手である。君は私だけを向きたまえ。目の前の敵を見ずして、見えるものは敗北の二文字だけである。私につまらぬ戦いをさせてくれるな。おう。ローリングターン。ジャーマンスープレックス。ジャンピング。やべえ。パワーボム。こいつこの課題で何つスピードだ。ちくしょう。バーグ。バーグ。バーグ。ローリングターンからジャーマンスープレックス、ジャンピングパワーボム、そしてスコーピオンデスロック。これぞサーガスペシャル。良い子の皆さんは絶対真似してはいけないのである。トーク。ロープ。ロープか。仕方あるまい。なんて。引っかかってんじゃねえよ、このプロレスバーグ。右ストレート。その拳を空中で捕捉する。しまった。うっそが砕けたか。
私の筋肉は身を守るための鎧ではない。あくまで敵を倒すための武器。私の肉体を攻撃する者は等しく自らの力をもって返礼を受けるのである。インパクトの瞬間、筋肉を爆発的に膨張させ、小僧の技を力で強引に弾き返しよった。あれではいかに単身行といえど、肉体内部に力を伝えることは不可能。むしろ技の威力が凄まじいだけに、小僧の右腕が受けたダメージは計り知れ。こやつ強い。小僧にはまだ荷が重すぎる相手だったか。立つ必要はない、夏目。烈焼はともかく、その肩の骨折では私と満足に戦うことはおろか、一ヶ月後の予備戦にも間に合うまい。もはや貴様は死んだも同然である。待て、まだ終わっちゃいねえぞ、こら！現時点で当初の目的はほぼ達成された。残るのはあの男の指示通り、この男の両腕を粉砕することのみ。な、何？君も竜崎と仲良く病院のベッドのシミでも数えていたな。待て、相良、わしが相手じゃ。もう遅い。なるほどな。屋上か。おそらく今下では執行部本体の一斉攻撃が始まっているだろう。万一ここを逃げおおせても、3階には相良がいる。プロレス圏などに入っていなければ、俺やイスズと肩を並べるはずだった。業のものだ。使え。気が散る。妙なところは紳士的ですわね。俺は現代に残る数少ない武士の一人と自認している。本来ならばこのようなアンフェアな戦いは望むところではない。だが貴様のその目だ。その目がある限り俺は戦わねばならん。私は総一郎様の妻。私は彼も銃剣部の仲間も、そして私自身も信じています。絶対あんたたちに負けてたまるかっての。何？単身効果？バカな、あんな体勢から出せるわけが。情けねえ。情けなさすぎんぞてめえ。私がこんな小男に パワーで負けている。回転エネルギー。単身光で生み出した膨大な回転エネルギーを放出せずに、肉体内で直接力に変えておるのか。単身光にこんな使い方が。情けねえ話だよな。おい、散々ごたく並べといて、あんたが俺とやり合ってんのは結局誰かのパシリだったってことか。あんたみてえな強え男がつまんねえ生き方してんじゃねえっつの。男が腐っちまうぜ。私はプロレス？いや、僕は興味ないな。武士に見せ物屋になれというか、殺すぞ。あなた知りませんの？この学園は新しい部を作ったってすぐに他の部に潰されちゃいますのよ。私はよく来てくれた。練習は厳しいぞ。相良君って大きいね。小さい頃何食べてたの？なんで部室が一年用のトイレなの？ここしか使わせてもらえないからである。待て、どこへ行くのか。帰ります。ゲームの発売日なんで。ほら見てよ、僕の筋肉。何言ってんだよ、僕の方がすごいぜ。僕らも相良君みたいに強くなれるかな。もちろんである。
君にチャンスを与えよう。通った。私の理想とする執行部を作るためには強大な権力と何よりも優秀な人材が不可欠。執行部に忠誠を尽くすのならば、部費と練習場は私が保証しよう。拒むというのであれば無理に説得はしない。ただ今日と同じ悲劇が3年間繰り返されるだけだ。君は確かに強い。だが君に関わった人間すべてが君のように強いわけではないのだ。相良君、お前が約束を本当に守るというのならば、この相良、身を粉にして執行部のために尽くそう。しかしそれはあくまでもこの学園の秩序と部員の安全のため。法に下ってもお前に下ることはない。私の敗北は私一人の敗北ではない。私は多くの者のためこれしきのことで膝をつくわけにはいかんのである。私は、まあ、ここらでもうやめにしねえか。別に俺たちは殺し合いしてるわけじゃねえだろ。やっぱ人の命令でやらされてる喧嘩はお互いつまらねえだけだと思うぜ。あんたみてえな男とはよ、頭ん中真っ白にしてゴリゴリやり合いて、リターンマッチは最優先で受けて立つからよ。一年ボールは当然である。次は必ず私が勝つ。夏目、私にもこのような男がいたならば、あるいはお前が羨ましい。やっ、なんだおめえ、軽いな。何の真似じゃ。怪我してんだろ。これ以上おめえに何かあると俺が高柳にぶっ殺されちまうからな。急ぐぜ。ちょっと道草のつもりがとんだ壮絶バトルになっちまった。あいつの居場所はわかるか。うん。しかし何とも末恐ろしい男に成長し始めたものよ。膨大な気を必要とする単身校を立て続けに使うことができるとは、これがこやつの血の力の一端か。10分、時間だ。とりあえずはこんなものか。ボブ、立てるか。おお。千秋ちゃんはどうした。逃げ遅れている。後ろもロッカーの中だ。今度こんなふざけたことしたらそこを別れるからね。ソリー、私がどんなに無事でもボブが傷ついたら何もならないんだから。バカ。お、すまねえ。どうしたの。80人素手で倒せる男でも鍛えられねえ部分があるってことだ。ねえ、すごく痛そうだよ。ねえってば。ところで総一郎たちは。いや、だが多分大丈夫だろう。僕は3人の帰りを待つ。お前たちは逃げろ。俺はただの足手まといだが、総一郎は頼りになるってことか。お前もいずれ強くなる。僕が保証する。今は逃げろ。悪いな。なに、まだ痛むか。ああ。しかしこれを全部一人で。俺とこの男の差は今一体どれくらいある。そして俺と総一郎の差は。今日という日が過去と未来をつなぐというのなら、僕には一体何ができるのだろう。大きなうねりが僕たちを飲み込んでいく。
僕たちの戦いはまだ終わらない。